ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回は養心館の技を体験しての感想というテーマで話します。ということで、先日ですね、養心館の技を体験しに、安藤先生のもと、そして三橋先生のもとに行ってまいりました。その時の感想をですね、ちょっと今回は時間を取ってですね、伝えていきたいなというふうに思ってます。まず安藤先生ですね、合気道流として今頑張っておられる安藤先生、塩田剛蔵先生の愛弟子ですよね、校庭のお一人でございます。そしてその安藤先生のもとで9年間ですか、内弟子として学ばれて、今や独立され、合気道総流として頑張っていらっしゃる三橋先生、このお二方に会ってきたんですね。それぞれの道場に行ってまいりました。浦安と市原です。意外に遠いかなと思ったんですが、今は交通網が発達してますね。非常に近かったです。私、埼玉に住んでるんですが、だいたい1時間半もあれば十分につけるということなんですね。我が同志であります追肘師範は群馬です。ここにはですね、1時間半あれば到着できるということでですね、私にとってはもう県内ですから、行動の県内ですから、全然苦じゃないんですね。まあ、そういったあたりも非常に良かったというふうに思ってます。さて話を元に戻しまして、感想なんですけれども、養心館の技を体験したの感想なんですが、非常に素晴らしかったです。そしてまた体型だってるという点ですね。今回はね、3つに分けて話したいと思うんですよ。まず技について、それから指導法について、そして人間性について、この3つをね、話していきたいと思うんですね。まずね、技という点です。技という点でも私が印象に残ったのは、3つあるんですよ。まず1つが響きの養成、2つ目が膝そして腰の使い方、3つ目誘い、この3つなんですね。順を追って話していきたいと思います。まず響きの養成です。これはですね、響きの養成自体は知ってたんですけれども、あそこまで徹底してやってるとは思わなかったんですよ。これはすごく新鮮だったし、びっくりしました。あの響きの養成によってですね、足腰を作るんですね。合気道の体を作るわけですよ。徹頭徹尾やってました。15分から20分間ずっとやってるんですよ。うわーと思いましたね。本当にある意味での衝撃を感じたわけなんですね。で、その響きの養成を、見た、その時間帯というのがちょうど安藤先生の合気道流の講談社の稽古だったんですよ。これはね、非常に私にとってもありがたかったんですが、中には女性の方もいらっしゃるし、老若男女、とは言わないか、ある程度の年齢層、40代以上の方々かな、が頑張っておられたんですけれども、本当にですね、足がもう畳にめり込むぐらいやってるんですね。中にはその内弟子の方もいらっしゃって、うわーすごいなというのがまず第一印象。見て感じたことはですね、相撲によるですね、四股鉄砲すり足に相当するなと思ったんですよ。名横綱、大横綱であればあるほど基本を大切にしています。私ね、響きの養成と週末動作の区別がまだついてないんで、ちょっとね、また次回行った時にね、話してまたちょっと尋ねてみたいと思ってるんですが、響きの養成と週末動作をとにかく徹頭徹尾やるわけですよね。これによって足腰を作るんだなということがよく分かりました。おそらく養心館の方っていうのは腰が強いんじゃないかなと思ったんですよね。それぐらい徹頭徹尾やってました。これが印象です。次回行った時にですね、ちょっと響きの養成も体験しようと思ってるんですよ。どこにどう効くのか、それをね、ちょっと体験してみたいなというふうに思ってます。まずこれが響きの養成でしょ。で、2つ目がですね、膝とその腰ですね、この体重の移動、これをね、徹頭徹尾やってましたね。これが一つのね、ポイントではなかろうかと思うんですよ。私も2箇条かけられまして、最初は耐えられたんですね。鍵野さん耐えられるでしょう、耐えられますよと。で、次の瞬間安藤先生が体重の移動をしたんですよ。前足、そしてそれから今度ね、腰に体重の移動をした瞬間に私崩れちゃったんですね。これは塩田剛蔵先生がよくやってますね。2箇条をお互いに掛け合って、かからない人のですね、肩とか腰をちょっとね、触れるだけで一緒に、置いてね、効いてしまうと。まさにね、あれを体感したわけですよ。どういうふうにやってるのかなと思いましてね、いろいろ聞いてみたんですが、やはりその前足の体重の前足からその
ね、今度は後方ですよね、腰への移動、そこにはね膝が関係してましたね。膝が関係している。膝のね向きによって全然違うんですよね。膝の角度によって、腰にね重みを感じると、相手の体重を感じるって言ったらいいのかな、全然違ってくるんですよね。そこにその自身の体型の維持といいましょうかね、強い体ができると、でその瞬間にその技がかかるというような感じであろうと思うんですよ。これもね今度自分で技をかけてですね体感してみたいと思うんで、これもぜひ実際ね今度はかける番としてね、かける側としてそのあたりの体重の移動というのを自分なりに体感したいなというふうに思ってます。これがすごかったですね。とにかく体重の移動によってあそこまで、技の精度が変わるのかと思うぐらいですよね。これがね両進館の技の特徴ではなかろうかなと思いました。体重の移動が実にうまい。前足から後ろ足、そして膝から腰、これにかけてのですね体重の移動が実に鮮やかでしたね。素晴らしかったですね。これは体感いたしました。技は違いますよ。岩間の技っていうのは側面から入るんですけれども、陽神館の技は正面から入りますね。これは戦前の王先生の技なんですよ。ですから足構えも裏三角を取ってます。我々はね、岩間というのは剣上対立利合の一致っていうのがあるんで、王先生が晩年ちょっと変えたんですよね、そこら辺をね。ですから足構えはちょっと違うんですけれども、戦前の技、これも当然王先生の技ですから、それを踏襲していったのが塩田剛三先生であるし、その技を継承していったのが、安藤先生であったと。そしてその安藤先生からまた今度ですね三橋先生に継承されるということで、技の継承は見事になされてました。これがね本当に素晴らしかったと思います。そして3点目はですね誘いです。これはね私にとっても大きなテーマだったんですね。武道とか武道練習を見てみると、王先生の言葉で誘いをかけるってあったんですよ。この誘いをかけるって意味が分かんなくてね、どうやってかけるんだよと、その感じるところが書いてないよと思ったんですよ。ところがあったんですね。陽神館にあった、安藤先生のもとにあった、三橋先生のもとにあったということなんでしょうけれども、線を外すという表現をされてました。線を外して相手の気を呼び込んで、そして崩していくね、一歩下がるということもそうですよね。三橋先生はそこにですね今度視線というのを入れてましたね。視線も外すんだと、視線を外してパッと顔を出した時には相手がもう打ってくると、それに応じて、ね、例えば一歩下がるとかね、それをやることによって相手はもうバランスを崩しますんで、こちらの術中にはまるというね、そういった流れになっているわけですよ。これもね今度自分で体感をしてみたいと思います。この3つですね、この3つがね私にとってね衝撃的でした。すごくね新鮮だったし斬新だったし、非常に印象深く残ってます。やはりね技も素晴らしいですね。塩田剛三先生の技というのも、ね、非常に素晴らしい。我々から見るとね、どちらかというと歩幅がちょっと狭いかなっていう感じはするんですよ。でもそれには理由があってね、相手の体勢を崩す、そしてまた体重の移動するというところがね、大きくクローズアップされてくるんじゃないかなというふうには感じました。さて続きまして今度はですね2点目はね指導法です。指導法も素晴らしいんですよ。これやはりね響きの養成というのは、一度に大勢の人を教えられるために、塩田剛三先生が編み出した手法です。これがねすごく理にかなってるんですよ。みんなで同じ動作をしますね。それも一番大切な基本動作をするわけですよ。鉄頭鉄尾、腰を練るんですよ。合気道の体を作るんですよ。これをやることによって、いっぺんにですね一番大切なことを学ぶことができるっていうことですよね。でね、特に私感じたのは三橋先生の道場に行った時ですよ。三橋先生の道場に行って日曜日だったかな、11時半から12時半のね稽古を終えると、三橋先生はそこから今度移動されるんですよ。で私ずっとくっついていったんですね。どこに行くのかなって、小学校に行くわけですよ。ちょっと離れた小学校ありまして、そこの武道場を使って、指導されてます。でまず、小学生の低学年のクラスかな、その後に、中学生高校生のクラスかな、そしてその後にですね一般のクラス、まあ、そんな3クラスを私ねじっくりとね拝見させていただいたんですよ。で三橋先生ねうまいわ、三橋先生指導がうまい。
でまずね、非力の養成において、みんなで一緒にやるでしょ。で子どもたちもやはり一緒にやる動作があることによって競争心も生まれるし、一生懸命やるんですよ。で一番印象的だったのがね、親御さんの安心感、これがね手に取るように分かったんですよ。完全に三橋先生信頼してるんですよ。だからそういう空気が流れてんですね。で三橋先生はその中に礼儀作法を入れたりとか、そしてまた受け身の稽古をさせたりとかをするんですよ。ちょうどねお一方一人ね、小学校の低学年の女の子が体験入門してたんですよ。お母さんと共に来てまして、でその子がね楽しそうにやってるんですよ。楽しそうにやってるの多分ねあの後入ったと思いますよ。うん、そんな雰囲気があった。お母さんもすごくね安心して見てらっしゃったのが印象的でした。ですから一度に大勢の子どもたちを教えることができるっていう点ですね。特にねその三橋先生は途中に冗談などを入れてね子どもたちを笑わせながら、でも締めるところはしっかり締めるわけですよ。オンとオフがちゃんとできてるんですよ。それで約1時間かな稽古を終えてて、子どもたちがねニコニコしながら帰っていくのを見てね、うまいなって思いましたよね。それを今度中学生とか高校生にやるでしょ、そして一般の人にもやるでしょ。得てしてねところどころね冗談をね交えながらね、本当締めるところは締めるんですけど、楽しい部分もしっかりと作り出してやっていくっていうね、そんな指導法を取っていたのが三橋先生。これはね安藤先生も一緒。安藤先生の私クラスを見た時には講談社のクラスだったんですが、曖昧までねやっぱり冗談が入ってくるんですよ。でちょっと和ませるんですよね。こういったね手法というかね、これはまあ安藤イズムなのかなっていうふうにも感じましたよね。本当にその集中するところはしっかり集中するんだけど、中にちょっとした、スパイスを入れてね、いい意味のスパイスを入れて、ね、ちょっとその笑いを入れながら、厳しい中にも楽しい時間帯を入れながらねやっていくというね、そこがね私がこの感じたその指導のうまさだと思います。そこにはやはりね週末動作であったり非力の動作、これがねやはり効いてますよ。効いてる。一度にたくさんの人を教えることができるという意味では、やはりね塩田剛蔵先生が考えたかね、非力の養成とか終末動作、これは実にいいわ。それはね思いましたね。でお二方、安藤先生も三橋先生も教えるのが上手、これは感じましたね。そして3点目です。3点目は、お二方の人柄です。人柄がいいから人が集まってくるんですよ。これはね指導法を見てて、その教授方法を見てね私が感じたんですけれども、やはりね人柄がいいですよね、お二方って。いろいろ話もしたんですよね。その中でね全然その選ぶところがないんですよ。選ぶところがないんですよ。実力は当然あるわけなんですが全く選ぶらないね、道場を降りると本当にね一般の人以上に、一般の人って言ったらおかしいけども、本当にね、和やかな雰囲気になるわけですよね。本当にね選ぶってないっていうのが私の印象ですよね。だから安藤先生のもとに行った時には、7時間いたし、三橋先生のもとに行った時には朝から晩までいたわけですよ。これ楽しいからですよ。楽しいから。でね三橋先生の道場ってご自身の倉庫を改造したんです。その時に地域の方々がみんなこぞって集まって鉄骨を取ったり、あの立派な道場を作り上げたんですよ。これはねびっくりします。これね僧侶、合気道僧侶三橋先生のホームページも出てますよ。その誕生秘話が、道場誕生秘話が出てます。これだけ多くの人が手伝ったのかと思うぐらい多くの方が三橋先生のために尽力してくれた。これはねなぜかっていうと三橋先生の人柄です。これは安藤先生の道場もそうなんですよ。皆さんがこぞって手伝ってるわけですね。なぜ手伝うかっていうと、お二人の人柄がいいからなんですよ。いいから。これは私が2日間密着して、感じたことなんですね。本当にお二人とも人柄がいいんで、多くの人が集まっているんじゃないかなと思います。三橋先生のもとにはもう170名の会員さんがいらっしゃるし、それから安藤先生のもとには1000名以上の会員の方がいらっしゃるんですよ。もうお二人は合気道だけで食べてます。もうプロなんですね。完全にプロです。もうそれだけの道場生がいれば十分食べていけるわけですよ。安藤先生におかれましては国内外問わずです。
この、ね、V がアップされている頃には安藤先生はあの、ね、アルゼンチンだったかな、行かれてるはずなんですよね。2週間ぐらい、それだけね海外からも呼ばれるということでね、これはやはりね、もちろん実力もさることながら安藤先生と三橋先生の人柄の良さ、これがね人を集めてるんじゃないかなというふうに思います。だからね、私はね2日間密着したでしょ。でもう本当にお二人のね人柄にね魅了されたんで、もう推薦しようと思ってますよ。例えばね、浦安で市原でいい道場ないのって言ったら、この合気道龍であるとか合気道総龍を私は推薦します。うん、あの本当に技も素晴らしかったし人間性も素晴らしかったんで、あの推薦します。で、私は井山ですから、井山新進である、まあ、茨城県であるとか、それから群馬においては追肘師範がいますね。岡山においては内田師範がいます。全部私のもう仲間ですね。ね、合気道のその山としての仲間、当然、この方々は紹介ね、推薦するんですけれども、もう流派を問わず私は素晴らしいものは素晴らしいっていうタイプですから、安藤先生の流も紹介するし推薦するし、三橋先生の総流も推薦するし、そういった思いになりました。もうね、今やね、こっちが正解あっちはダメとかいう時代じゃないです。もう21世紀は協力の時代なんだね。お互い切磋琢磨しながら協力し合ってね、やはり伸ばしていくっていう、そんな時代だと思ってるんですよ。あのだって母体は王先生でしょ、ね、上芝森平王の王先生の合気道なんです。そこから発生しただけでね、あっちが正解こっちが、ね、ダメだとかいうことではなくて、やはりみんな正解なんですよ。みんな正解ですから、まあ、お互い協力し合ってねやっていってほしいなというふうに思います。ですから私のこのチャンネルもね、そういった意味で、多くの方々にね、また合気道の魅力であるとか武道の魅力を知っていただきたいんでね、いろんなところに私は出向いていこうと思ってます。いいものはいいって言いますからね、ぜひね今後もご期待をしていただきたいなというふうに思ってます。今回は養心館の技を体験しての感想、こういったテーマでご紹介をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー